まあ、今日で新人記録ですよね。そうですね、記録ですよね。いや、もう増田投手はなってもらわないと。そう思いますよね、うん、72試合目の登板、ルーキーの、ま、新人の最多登板、新記録プロ野球になります。詰まった打球でセカンドハーフライナー、まず糸井を抑えて、まあ新記録といってもそれだけね、ある面で言うと酷使されてるかもしれませんからね、はい、あー、まあ、サード三振切って取った、あの中田を三振切って取った、これで2アウト。そして小屋野がそのまま行って、稲葉は今日出てきません。さあ9回の表2アウトランナーなし、増田、あー空振りの三振です。三者凡退、西村監督、増田にこのルーキーの新人登板数新記録を達成させました。増田の大コールです。